クソったれはどこや。おじけづいて逃げたとや。お前たちごとき連中、代行が手を出すまでもない。なんや、お前も喧嘩するんとちゃうんか兄弟。まさか。喧嘩は兵隊の仕事です。私が直接手を下す必要もない。もったいな。喧嘩ほど楽しい瞬間ないっちゅうのに。私はあなたや桐生さんとは違います。手を出すことに喜びなど覚えない。せやったらなんでわしのこと連れてきたんや。喧嘩の助太刀せえっちゅうんやないんかい。ま、もしもの時のためですよ。あの人が来た時のためのね。あの人？さ、そろそろ始まります。楽しいショータイムがね。さあ、時間だ。始めようか。あなたは。この喧嘩俺が引き受ける。四代目。それは昔の話だ。今は流すタクシーという会社で働くただの運転手だ。まさか四代目、登場会に協力するためにわざわざ。なんと俺を言っていいのか。ああ、協力しに来たぜ。ただし、ろくに極道の筋も知らないお前らガキが間違った道に進まないようにするためにな。なんですって。やっぱり来ましたか。青山、どうせ斑目組長あたりに泣きつかれたんでしょ。山笠組を助けてくれって。斑目はまだ生きている。お前は山笠組を潰し損ねたんだ。まったく、あなたって人はどこまでお人よしなんだか。斑目は殺し損ねたんじゃない。初めから適当に痛めつけられればそれでよかったんですよ。なんだと。あの爆発を見ておかしいと思わなかったんですか。もし本気で殺すつもりなら、あんな中途半端な手は使わない。もっと確実な方法で殺します。どういうことだ。私としては山笠組と喧嘩する口実さえできればよかったんです。それに今斑目に死んでもらっては都合が悪い。道島会長の行方が分かるまではね。なんだと。斑目は道島会長とつながっている。道島会長をおびき出すには格好の素材ですから。お前、斑目を使って大吾を誘い出す気か。我々としては一刻も早く道島会長の身柄を押さえておきたいんでね。さあ、それじゃあそろそろ始めましょうか。準備はいいですか、四代目。その前に一つ聞いておきたい。何でしょう。この喧嘩、俺が一人でお前ら全てを始末したら組同士の戦争にはならねえよな。あ、おっしゃってる言葉の意味が分かりませんが。言葉通りの意味だ。俺が一人でお前ら全員倒したら、それは仇とヤクザのただの喧嘩、組同士の争いにはならない。そうだよな。バカな、何を言ってるんだ。桐生さん。八幡、お前は引っ込んでろ。こいつら全員俺がぶん殴る。待って。言っただろう、
山笠組は解散させないって。何よバカな、本当に頭おかしいんじゃないのか。何がおかしい。この人数相手に一人って、しかも戦争にはならないだと。そんなわけないだろ。桐生さんね、時代が違うんですよ。誰と誰が喧嘩したら戦争になるとかいう時代じゃないでしょう。これだから古い人間は困る。人をバカにすんのも大概にせえ、ガキが。渡せ。その条件わしが飲む。キルハンが登場会のガキ全員倒したら、山笠組との戦争にはさせん。渡せ。何を勝手に。七代目近江連合若頭、渡瀬組が預かる言うとね。なんか文句あるんか、青山の兄弟。よし、それじゃ始めや。この喧嘩、立ち会い人はこのわしや。何をしてるお前ら。四代目だからといって手加減はいらない。行け。ああそうだ、手加減はいらねえ。死にてえやつだけかかってこい。